乾燥少女の新シリーズがあって、今回も人型の方のガチャとこの人型の方のガチャと重機の方のね装備の方のガチャに分かれてたんだけど、装備の方にさすごくめちゃめちゃ欲しいのがあって、ということで早速ねこの装備の方のラインナップをね先に開けて、計り数主号と開けまする、と中にあるはず、あこっちか、こっちにねラインナップの紙があるので出して、まずはラインナップの紙、これ装備の方なんだけど、後ろに前回いなかったこのロボ的なさ、ザン、これめっちゃ欲しくない、あのコミットボディってやつ、コミットボディ、これが今回の狙いだったんだよね。あとは前回と同じでボンドとショベルとドリルの3タイプになっておりますると。で、今開けたのがドリルだね、これ。ドリル。ドリルの装備が入っておりますと。あとはこれ外して組み立てるだけなので、パパッと組み立てようかな。ザン！俺ドリルの顔結構好きなんだよね、これ。超可愛くない？この顔がついてるのがさ、この乾燥装備のいいとこだよね。顔があるからめちゃめちゃ愛らしくなっている。残りの乾燥重機はもう前回と同じなので飛ばしまして、早速、コミットボディの方に、このグリーンのカプセルに入ってるのが、絶対間違ってないよね。これ装備の方から出てきたし、一つだけおかしいから絶対に、コミットボディだと思うんだよね。このカプセル、装備の方でおかしいもんね、絶対ね。装備の方で、出てきた。おー、絶対コミットボディじゃない、これ。組み立てかなり難しそう。あのパーツ多いね、パーツ。間違いねえわ、コミットスは。あとはこの組み立て方を見て、組み立てると、アンドロイド的なね、このガールが、コミットボディさんが完成するという、奇跡ミラクルレベルマックス。あとは合体をして、最後の合体をして、完成ということですよね。おお、すげえ！めっちゃいいわ、やっぱ！すげえかわいい。めっちゃかわいい。あの、やっぱコミットボディだね。今回の、この第2弾のメインディッシュはコミットボディ。ザン！かっこいいし、かわいいという、素晴らしくない？この出来。コミットボディ様の色的にもいいの来たし、いや、よかった。とりあえず、今回の目標のコミットボディをゲット降臨できましたということで、あとあの、人の方も、女の子の方はね、この乾燥少女の方は、もう何が来てるのか全然わかんなくて、開けてみるまでわかんないなと思って、とりあえず何回かやってきたんだよね。ラインナップとしては全部で9種類あるというね、全9種。デュエットに、イーリンに、フミミ。ふみみだったり、これ。ふみみだよね。ふみみに、アロンと、で、ベルとチャコ。これ前と同じだね。アロン、ベル、チャコ。で、まあ、全部9種類と。すげえ多いよね。あとね、予約でしか入手できない。どうしよう、買おうかな。俺これ欲しいんだけど、マジで。コミットボディ様が欲しいから、買っちゃおうかな。髪の毛の色が違うと、これ、イーリンの A タイプだね。A タイプ。全然雰囲気違うね。グリーンの方の、これグリーンだよね。そう、イーリンの A タイプだ。完成しました、イーリン。なんかめっちゃポーズがね、かっこいい。なんかポーズがめっちゃかっこいいんだけど、イーリン。やべえな、これ、ノーマルの方のイーリンも欲しくなってきたけど、おそらくないと思う。あったらラッキーだけどね、多分ね、イーリンあれ1個だと思うんだよな。おそらくね。で、この子が、デュエット。デュエットだよね。デュエット待って、ふみみ。ふみみデュエット。これはデュエットさんですよね。これデュエットだけど、なんかね、なんか足こうだよね。向きがち、んと、待って、向きがちゃうのか。これデュエットで合ってるよね。向きが、こっちに、あ、向くんだな。こう行くんだわ。あ、こうか。こう回して、こっちも回して、これで完成か。こうでいいのかな。なんかね、こうだと変な感じするんだけど。まあ一応デュエット。もうちょいこうか。足の角度が難しいな。こうね。次は多分同じやつだと思うんだよね。カプセルが色的にさ、ね、揃ってる感じするじゃん。色的になんか中身揃ってる感じするから、まあこっちを開けて、とりあえずまず最初に見てみようかな。あ、色違いか。あ、これ、ふみみだ、このポーズ。ふみみ。でもって、最後の2カプセルになりましたと。で、透明の方から開けて、透明の方なんだろうな、これ。透明の方はパカリスと開け、青と、おうほうほうほう。あ、待って、イーリンかも。イーリンの、イーリンのノーマルじゃん。やったぜ、マジか。奇跡メラク起きた。イーリン揃った。やった、透明の方、イーリンだった。そして、こっちのグリーンの方が、グリーンの方、いや、開けるまでちょっとわからんの、やっぱな。なんかごっちゃだからさ、わかんないよね。主号と開けますると、あ、ポーズ的にふみみちゃんかな、これ。腕上げてんのふみみちゃんだもんね。ふみみちゃんのピンクだからノーマルの方だね。よかった。一番好きなイーリンが揃ってて。もう開けてみてね、イーリンが一番好きだったから、このイーリンがね、揃ってて欲しかったんだけど、なんとか揃ってたわ、イーリン。で、ふみみちゃんのね、この俺の好きなカラー、ふみみちゃん。ダブルで揃ってたし、まあカラーね、イーリンと同じなんだけど、アナザーカラー的なやつは同じなんだけど、ふみみちゃんこれ合ってるよね。なんかふみみちゃんのこの色いいな。で、ノーマルのふみみちゃんね。あとはデュエットなんだよね。どうしよう、デュエットここまで来たらコンプしてもいいよね。デュエット狙ってこようかな。デュエットのこの色、
この色もう見分けつくから、こんな感じのあれってもう分かったからさ、アナザーカラー A タイプの方がこっちなんだね。っていうかさ、このアロンとベルとチャコ、前回のさこのメンツ3人がね一体も来なかった一体も来てなかったんだけど、これもちょっと欲しいな。チャコちゃん欲しいよね。チャコちゃんの、あーでもアロンも欲しいけどな。一応どうしよう、これコンプするかもしんない、もしかしたら今回あの人型よかさ、あの装備の方にこのコミットボディがいたから、こっちがすごく欲しくて出るまでやったんだけど、もしかしたらもう一回やっちゃうかもしれない。ほんとコミットボディめっちゃいいわ。実際にね開封して組み立ててみて思ったんだけどさ、間近で見てやっぱねコミットボディだね。今回のシリーズこの第2弾の方はコミットボディがナンバーワン、これメインディッシュ。すげえ可愛い、一番可愛いもんな。まあイーリンちゃんとかもすげえ可愛いんだけどさ、このアンドロイドガール的なさ、このコミットボディすげえ可愛くないこれ。いやーよかった、コミットボディゲットできて。コミットボディももしかしたらもう一体狙うかもしれない。まあ1体でいいと思ったんだけど、もう1体欲しくなってきたな。ということで今回は乾燥少女のガチャの第2弾アドアクティブってやつのね開封レビュー動画でした。みんなもぜひね、あの合体するとこんな感じになるんだけど、これ前回もやったから乾燥重機の方の装備が違ったら合体やろうと思ったんだけど、また全く同じだからさ、色が変わっただけで合体を省いたんだけど、コミットボディもねなんか合体欲しくない。コミットボディがこうばらけてこの女の子たちにイーリンちゃんに合体するっていう感じの仕様もあったらよかったんだけど、それはないみたいだから、コミットボディはこれだけらしい。まあ、合体とかもなく、まあ、ばらけてね、もうイーリンちゃんに合体できるとかなくこれだけ。台座もいいよね、これね、台座。台座もあの、いろんなさ、角度つけれるし、高さも変えれるんだよね、これね。この下のさ、この段々で高さも変えることができるし、まあ、俺一番高い、この浮いてる感じが好きだからこんな感じにしてるけど、まあ、自由度が上がるよね、こういうのがあるとね。いやー、よかった、ゲットできて、コミットボディ。もう来ないんじゃないかと思ってちょっとドキドキしてたんだよねそれではまた次回、次のね乾燥少女でお会いしましょう。最後はねこのね、うわー可愛いなマジで、コミットボディバイバイである。すげー可愛くない、コミットボディ。これも合体欲しいよね、合体ね。次回来るかな、コミットボディの合体みたいの。めっちゃ楽しみだわ。